はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、ブレイリオさんの人気の手帳ミネルバボックスの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、この動画ですね、ずっとシリーズになっています。で、今回もですね、最新の、自分が持っている手帳の経年変化の様子を皆さんに紹介したいなと思います。で、ね、初めての方もいらっしゃるかもしれないんで、まず最初はですね、手帳の紹介、あとはですね、これを始めようと思ったきっかけの方を、紹介したいなと思います。その後なんですけど、実際のものを出してみてですね、自分のちょっと気持ちは入るかもしれないんですけど、まずは主観的な感じで、この経年変化の方を見ていこうかなと思います。で、その後なんですけど、前回と同じような、アングル、照明光、撮影環境の下でね、撮影した写真があるんで、それを比較していきながら、経年変化の方を今度は客観的に見ていこうかなと思います。はい、ということでね、いろんな方がいらっしゃいますけど、ぜひ今回の動画購入の参考などにしていただけると嬉しいなと思います。最後にいいねとチャンネル登録の方も忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、まず最初なんですけど、はい、こちらのサムネイルを見ていただきたいなと思います。それがこちらになります。はい、こちらなんですよね。はい、シリーズ経年変化ブレイリオミネルバボックス手帳1ヶ月後っていう感じでね、こんな感じのサムネ、動画で出してるんで、ぜひこういう系のやつを追いかけていくと、経年変化の様子っていうのが見ていただくことができます。ですね、これちょっとね、いろいろややこしいことが書いてあるんですけど、順番に紹介していきますね。はい、バダラシカルル社製ミネルバボックス使用 M5 手帳の経年変化プラスアルファみたいに書いてるんですけど、はい、これ順番に説明していきます。まずはですね、この手帳なんですけど、 M5 サイズっていう手帳になります。はい、マイクロファイブって言われたりもするんですけど、まずね、これシステム手帳ってどういうやつかというと、真ん中バカって開いた時に、はい、ここが糸で閉じてあるやつとか、ボンドで閉じてあるやつとか、いろいろあったりするんですけど、中がね、ルーズリーフみたいな感じでカチッて金具があって開けれて、入れ替えることができる、そういう感じでシステマティックに使うことができる手帳のことを、総称してシステム手帳って言ったりするんですけど、はい、その中でもですね、この M5 って言われるこのマイクロファイブっていうサイズ、これかなり小さいやつになるんですよね。最小ぐらいなんですけど、さらにその小さいやつも最近ちょっと出てきてるような気がするんで、最小とはちょっと微妙な感じなんですけど、はい、かなり小さいサイズです。今コロナ禍の影響でなかなかないと思うんですけど、街頭でティッシュとか配られてたりもします。ちょうど手のひらに収まるぐらいのサイズなんですけど、はい、それと同じぐらいの大きさのやつと思ってください。でもですね、これなんですけど、これラウンドチップっていう周りがこういうふうにジッパーがついているやつなんですよね。で、ちょっと一回りか二回り、この手帳は大きいサイズになります。なんでパッとした見た目はこれのもう一個上のですね、ミニ6っていうサイズっぽいような感じの大きさかなっていうやつになってます。で、ちなみになんですが、このね、革なんですけど、結構これナチュラルな薄いような色合いになってますよね。はい、実はですね、これ革なんですけど、はい、動物さんね、死んだ動物さんから革が取られて、それをそのままにしておくと腐っちゃうんですよね。腐っちゃったらそんな革製品とかにはなったりしないんですけど、それを革製品としてなるにはなめしっていう加工がいったりします。はい、そのね、なめしを行う、メーカーさんのことをタンナーって言ったりするんですけど、はい、そのタンナーさんで、イタリアの老舗のところがこのバダラシカルロ社っていうところが、ある感じなんですよね。他にもいろいろあったりするんですけど、ここ結構有名なところです。で、このなめし方も2種類種類があって、1個がタンニンなめしっていうなめし方です。自然の成分とか、そういうの由来のやつを使うっていう方法、もう1個が重金属を使うっていうやつなんですよね。重金属の方を使う方が早くなめせるんですけど、重金属を使うんで金属アレルギーの方はちょっとどうかなとか、そういうのは一長一短がそれぞれあったりするんですけど、そうですね、その自然な方のタンニンなめしの方を長時間かけて使われてるという、そういうふうなバダ、あれですね、バダラシカルル社の、はい、製法なんですけど、なんだかな、バルケッタ製法っていうやつかな。はい、そういうので作られたやつになります。で、そこがいろいろ種類の革をいろいろ出してるんですけど、その中のミネルバボックスっていう名前が使われた革を実はこの手帳は使われてるという感じです。でですね、この2021年の4月ですね、この時に手に入れてからですね、はい、そこからここのところ、1ヶ月2ヶ月3ヶ月みたいな感じで、ここのところの数字を、ずっと上げて追いかけ続けてってるっていうのが、今回のこのシリーズになります。
はい、ということでですね、これをまあ手に、入れたのはまあイベントの後だったんですけど、その前のイベントで興味を持ったイベントなんですけどね、それがどんな様子だったかっていうのを まず最初にちょっと紹介したいなと思います。それがこちらになります。はい、これ2021年 の、もう春ですね、はい、4月号だったと思うんですけど、はい、システム手帳サミット2021春っていうのが、長沢文具センターの梅田茶屋町店の方で行われました。そこでですね、ブレイリオさんいろいろこんな感じで展示を行ってたんですよね。結構ブレイリオさんってね、なんかお堅い手帳のイメージが個人的にあったんですよね。こんな感じのコード版っていうね、馬 の、あの丈夫な革を使われている、これかなり高級なやつなんですけど、これがね、ガラスのショーケース内にあって、なかなかちょっと手に取りにくいなみたいなイメージがあったんですが、この日はですね、こんな感じでボーンとなんか出てたんですよね。しかもなんかすごいライトなカラーリングのやつもあったりとか、なんかちょっとイメージ変わった感じかなという感じでね、ちょっと興味持ったんですよね。はい、ということでね、いろいろこういうふうに出されてたんですけど、今回自分が紹介するのがこの上から2番目のやつですね。値段は結構ちょっとするんですけど、かなりしっかりした感じになってます。で、普通はこんな感じのコード版、これも値段はすごいことになってるんですけど、はい、こんな感じのやつを出されてるところです。で、こんな感じの他にもモルビドっていうね、こういうふうな貝らしいカラーリングのやつも最近は出されてる感じです。はい、で、こんな感じのカジュアルなラインナップのやつもあるんですけど、はい、こういうのは今回紹介するやつ、こんなシリーズのマルチコインケースっていうのもあったりもします。で、ブレイリオさんの特徴なんですけど、結構ここは肉厚になってるんですよね。で、コバの処理ですね、この周りのところも非常にこれ綺麗にされているところになったりします。はい、で、今回紹介するやつ、これミネルバボックスっていうやつなんですけど、これ最終的にこれ販売のお姉さんですね、すごく面白いお姉さんだったんですけど、その方が面白かったんで自分買おうって決めた感じなんですけど、はい、そのお姉さんが持ってるこれ何年ものかな、結構使われてるやつが、はい、こんな感じの色なんですよね。自分も最終的にこの色を目指したいなと思うんですけど、はい、こんな感じで最終的に変化するっていう感じです。購入当時はこんな感じの色なんですけどね、すごいですよね。もうこれ見てちょっと憧れた感じになってます。はい、ということでね、じゃあちょっと前置きがね、すごく長くなっちゃった感じなんですけど、はい、いよいよですね、実物の方を出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、これが2021年8月後半現在のね、はい、このミネルバボックスの自分のこの M5 手帳の、はい、ラウンドのやつの、今現状の感じです。はい、いかがですかね。もうだいぶちょっとこの小傷みたいなやつが増えてきたりとかして、手でこういう風にね、こういう傷がちょっとね、ちょっとこれほんまマネはあんまりしない方がいいんですけど、こういう風に今ちょっとこれ爪立ててこういう風にギーっていったんですけど、これもですね、これ油分をね、結構この、はい、手帳含んでるんで、こういう風に指でこういう風に擦ってあげるとこういう風に消えるんですよね。はい、消えるんですけど、だいぶですね、これ買ってから数ヶ月経つと油がだいぶこれ少なくなってきた感じなんですよね。なんでちょっとね、カサカサ気味になってきたんで、最近は自分これでケアの方をしてます。それがこちらになります。はい、こちらなんですよね。これ有名なメーカーさんのやつで、どこでもいい感じなんですけど、自分はここのやつのこのアボガドの、はい、すごい優しいやつを使ってる感じです。これで保湿みたいなしたりとか、油分をちょっと足すような感じなんですけど、これでケアをし続けてるような感じになってます。はい、でね、こういうので定期的なケアをしながら、今2021年8月を迎えている感じなんですけど、そうですね、もう小傷はもうだいぶ、初めはちょっと神経質な感じでどうしてもね、なっちゃう感じなんですけど、もうだいぶあんまり気にせず、もう気軽に持ってるような感じです。はい、やっぱりいいですね。もう物がすごいしっかりしてます。初めちょっと高いかなって思ったんですけど、全然もうその、クオリティに見合うクオリティというかね、非常にいい感じの肉厚な感じで、はい、非常にすごく愛用してる感じになってます。はい、中に関してなんですけど、ちょっとリフィルは外したんですけど、こんな感じです。中はあんまり変化はないですね。はい、色に関してもこれ中ずっとこうやって閉じてるんで、外の方がですね、影響を受けて変化が大きいような感じになってます。でもここのとことかもすごいしっかりしてるんですよね。やっぱり作りが素晴らしいです。ブレイリオさんすごいしっかりしたやつ、作ってるなと思います。はい、ということでね、じゃあ撮影したやつをですね、出していきたいなと思います。今からが客観的な目線のやつなんですけど、まずはですね、はい、どちらかな、こちらかこちらか、はい、したやつを出したいなと思います。それがこちらになります。
はい、こちらですね。はい、もうこの時点でですね、もうあのかなりあの購入当時とだいぶ色が変わってるのが分かるんで、おおってなるかもしれないんですけど、まあ買った時はね、まあこんな感じの色でした。じゃあ横にも同じやつ出しますね。はい、ということでですね、まあこれをですね、まあここのところカウントアップしていきたいなと思います。はい、01、はい、ちょっとロード時間かかってますね。ちょっとあのお待ちくださいね。はい、ちょっとねこれあの画像がいっぱいあるんでちょっとロードがあれなんですが、あ、1来ましたね。はい、1、2、3ときてですね、はい、まあ、次はですね4ヶ月目、はい、今回のやつになるんですけど、こちらになります。はい、まあ、これが今回の8月、まあ、約4ヶ月後になんですけど、はい、いかがですかね。はい、やっぱりいい感じで変わってますね。でもまあ3、4はそんなにあんまりなかったかな。はい、でもですね、ちょっとですね、これ分かりますかね、あのテクスチャー感というかこのしぼ感ですね、まあ、これがちょっとだいぶなだらかになったような気がします。はい、まあ、こんな感じの変化があった感じですね、3、4で。はい、ということでね、じゃ あ, あのこれあのさらに遡っていきます。3、2、1、0、0、1、2、3、4と、はい、まあ、こんな感じで、まあ、変化している感じです。ということで、まあ、これを置いておきまして、じゃあ次はですね、まあ、逆向けた感じですね。まあ、こちらからですね。はい、まあ、こちらの感じを出したいなと思います。はい、それがこちらです。はい、まあ、まずは、こちらから0ヶ月を置いておきまして、じゃあ右側にもこの0ヶ月を置いておきます。じゃあこれをカウントアップしていきますね。はい、0、1、2、3ときて、はい、次がですね、まあ、4ヶ月目、今回ですね。はい、それがこちらになります。はい、まあ、これが4ヶ月目ですね。はい、もうだいぶ変わってますよね、これ。はい、いいですよね。はい、3、4、3、4。まあ、3と4ではあんまりないかもなんですけど、同じくちょっと脂肪感が消えてるかなと思います。はい、4、3、2、1、0、0、1、2、3、4と。はい、まあ、こんな感じでまあ変化していってるというような感じです。はい、ということでね、じゃあラストはですね、まあ、この内側をね、まあ、開いた状態ですね。はい、まあ、ここのところを開いてこうした状態、はい、まあ、これで撮影したやつをまあ出したいなと思います。はい、ということで、まあ、まずはですね、あのこちらですね、はい、よいしょと、まあ、左にこれ0ヶ月目を出します。じゃあ右側も同じ0ヶ月目を出しまして、じゃあここをカウントアップしていきたいなと思います。はい、0、1、2、3ときて、はい、まあ、次いきますね。はい、4ヶ月目、これが今回のやつなんですけど、こんな感じです。はい、まあ、これが4ヶ月ですね。はい、まあ、内側に関してはまあそんなに色合いの変化はないんですけど、まあ、若干ちょっと濃くなったかなっていう感じですね。あとはあのペンとかが当たる位置とか、まあ、その辺とか、まあ、クリップですね、ペンの、まあ、その辺がちょっと変化がまあ顕著に見られるかなという感じです。まあ、4、3、4、3、こんな感じですね。まあ、そんなに4、3では変化がないですね。はい、4、3、2、1、0と。0、1、2、3、4と。はい、まあ、こんな感じに今なってるよっていう感じです。はい。ということでね、まあ、こんな感じですね。まあ、あの5ヶ月目をあの、まあ、頑張って紹介したいなと思います。はい、特にですね、まあ、今あのこれ動画収録してるのがあの2021年8月の終わりです。まあ、9月、10月とかになってくるとですね、まあ、あの2022年の、まあ、リフィルの販売とか結構あの手帳のシーズンに秋はなるかなと思うんで、まあ、ぜひ皆さんですね、あのあこれすごいな、いいなって思われた方はですね、まあ、あの今回はまあこれにしてみようかなみたいな感じでね、まあ、買っていただけるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、他のメーカーさんもね非常に魅力的なやつも出されてるんですけど、ぜひあの候補の一つに入れていただけるといいなと思います。あとはですね、まあ、自分はねこのブレイリオさんはまあ、イベントでですね、まあ、そこの、あの販売のお姉さんが非常にあのすごい面白い方だったんで、まあ、それで雰囲気がガラッと変わって、まあ、買った感じです。まあ、もちろん物をねあの見てまあね、そういうふうなことはあまり考えずに買うっていうのもそれも一つのまあね、まあ、手でもありますし、まあそうするべきという方も中にはいらっしゃるんですけど、まあ、自分は結構そんな感じでな人とのつながりとかそういうのとかでバーって変わってきたりするところもあったりするんで、はい、まあ、ぜひですね、まあ、コロナウイルスの影響でなかなか外にまあ出にくい
ね、あの状態だったりはするんですけど、ぜひですね、あの、まあ、そんな感じ の、 あの出会いで、あの素敵な、ね、出会いでなんかいろいろ変わることもあるかもしれないんで、まあ、そういうようなことに皆さんもなるといいんじゃないかなと思ったりもしました。はい、あとはですね、ブレイリオさん結構あれですね、インスタグラムの方でライブとかですね、いろいろ積極的にあの投稿とかもされたりしたので、ぜひ皆さん応援の方してあげてください。はい、というような感じですね、あの今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になった、面白かったという方はぜひグッドボタンをで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。